い中、アームブースへお越しいただき誠にありがとうございます。アームは半導体チップで使用される主要テクノロジーの世界的リーダーです。私たちがデザインするプロセッサはスマートフォン市場では、プレジャーデータ株式会社の熊谷と申します。本日はよろしくお願いいたします。社名がトレジャーデータという社名でございまして、昨年アームの一員となりました。そして、IoT が作り出すデータ、こういったデータもマネジメントを強めていくといったところを、構想として描いてますので、そもそもトレジャーデータがどんなソリューションを提供しているのか、そして、本日のテーマであるデータマネジメントで重要な3つのポイントといったところでお話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず、私たちのご紹介、弊社のご紹介ですが、2011年に日本人がシリコンバレーで創業したビッグデータマネジメントプラットフォームの企業でございます。クラウド上のデータマネジメントの、サーバー箱ですねを提供しています。で、昨年、日本人が創業した企業として初めてガートナー社のマジッククアドラントに選出いただきました。こちら、スライドに投影させていただいたのは創業メンバー、日本人の3名ですけれども、例えば、真ん中の太田ですが、Hadoop ユーザーグループジャパンを創設したりとか、あとは、皆様にご評価いただいている、ログコレクターですね、オープンソースのログコレクター、フリエント D とかエンバルク、こちらを開発しているのも弊社の古橋という人間になっております。で、こちら、現在日本で300社以上に既にご導入をいただけているような、そういったサービスになっております。で、こちらもその他ということなんですけれども、つい先日マーケティングテクノロジーの世界最大の祭典マーテックアワードで、ベストカスタマーデータプラットフォームという賞を受賞いたしました。こちらの受賞歴に関しては別途資料ございますので、必要でしたらお声掛けいただければと思います。さて、早速本日の講演内容になりますが、まずデジタルディスラプターズという言葉について、お話をさせていただきます。デジタルディスラプターというのは日本語では創造的破壊者というふうに訳せられることが多いですが、簡単にお伝えをすると、既存産業を淘汰するようなデジタルサービスを提供している会社であったり、そのデジタルサービスを指します。そして今、私たちデジタル化するか、それとも市場破壊されるか、淘汰されてしまうか、こういった二択を迫られる時代となってきております。実際に、アメリカのフォーチュン誌がやっているフォーチュン500という、米国で総売上500、トップ500なんですけど、こちらにランクインした企業のうち 52% が入れ替わってしまっている。過去15年間でデジタル化前とデジタル化後というふうに見ていただければと思うんですが、1955年時点平均で、75年ランクインできていたものが、2015年になると平均して15年しかランクインできなくなってきております。で、数字だけだとイメージ湧きにくいと思うので、実際の、淘汰されてしまった例なんですが、例えばタクシー会社、アメリカ行くとあんまりタクシー見なくなったねというふうに皆さんおっしゃるんですけれども、例えばウーバーに淘汰されてしまったりですとか、フランスですとホテル業界がAirbnb さんのようなデジタルを活用した民泊事業に、淘汰されてしまっている。そして、日本でも身近なところで言うと、大手の、皆さんご存知のおもちゃ屋さんが大手の、ネット通販の事業者様に、淘汰されてしまっていると。これが、ディスラプトされるっていうことです。で、彼らディスラプターズと呼ばれる人たちがなぜこんなに強いのか、これは、顧客のデータをデジタル上で取得できたデータをひたすら集めて解析をかけているか、そして顧客を理解しているからなんです。徹底した顧客理解をすることで顧客の興味を引き、購買意識を、サービス活用の興味関心を引いて意思決定を促して、
そしてよりニーズのあるサービスをまた生み出していく、これができているから彼らはとても強い。でこちら普遍的な事実になりますが、今も昔も消費者というのは最適な顧客体験を求めています。それはより便利さであったり、タイミングのいい時に欲しかった興味関心のある商品の情報が届いたり、こういったことを指しますが、最適な顧客体験を求めています。でそのためには今現代の消費者がどんなことを考えていて、どんなことに興味関心を持っていて、こういった顧客を理解することがまず必要です。そして、現代においてはそれはデジタル化をすることが必須です。デジタル化をすることで消費者のさまざまなチャンネルの行動を把握し、そこから取得できてきたデータを、貯めるためのプラットフォームが必要である。これが日本で、カスタマーデータプラットフォーム CDP ですとかプライベート DMP というものが注目されている背景です。ちなみにですが、デジタルディスラプター、なんでこんな勢いで成長できているか、彼らは IT 人材不足というふうに言われている中で、年間数十億円規模の開発投資と、IT 人材の人材確保に投資をし続けています。ではディスラプトされてしまう側の企業、どうしたらいいでしょうか。私たちが提案しているのは、トレジャーデータが提案するデジタル戦略、これは、皆様のデータを私たちのサービスを活用してマネジメントしていただけないでしょうかということです。弊社のサービス後ほどご紹介させていただきますが、皆様には、データをマネジメントしてその先の、顧客に対して最適なサービスを提供する、ここに注力いただいて、その手段であるデータのマネジメントだったりとかデータの、接続だったりとか、そういうお手間になり、かつ直接的に、利益効果を生み出しにくい部分は、私たちのようなデータプラットフォームにお任せいただければと思っております。はい、で、長くなりましたが、ここからが、データマネジメントで重要な3つのポイントということで3点お話をさせていただきます。まず問題点、一例ですが、もっと各社様ごとにたくさんあると思います。データベースを構築する上での金銭的コスト、 IT 人材不足、採用コストを流出も含めますね、と時間的制約、いつまでに作らなければいけないのか、いつまでに作らないと乗り遅れてしまうのか、そしてデータ収集したものの整理が手間だよねといったようなお話から、どうやって運用するんだっけ、誰が運用するんだっけ、で、データ蓄積量とか、このサービスを導入したけど保存期限半年しかなかったよねみたいなお話まで、そして他のソリューションへデータ連携するときのお手間やセキュリティ問題、あらゆる手間があると思っています。それを、鑑みた上で、一般的にこうデータマネジメントの、システムの要件として、こちらですね、大規模なシステム開発不要、誰もが活用できるパッケージ型ソフトウェア、これが非常に重要であるというふうに考えられています。理由としては、大規模なシステム開発していただくと、もちろんお時間かかりますし、誰もが活用できるものでないと IT 人材不足の中で活用できる人は限られてしまう。そうすると大規模に作ったのに、効果を生み出しにくい。そして、パッケージ型ソフトウェアであることで常に最新のテクノロジーにアップデートされ、時代に乗り遅れることなくサービスを活用していただける、これはセキュリティの要件を満たしていくみたいな意味でも、ソフトウェア型でセキュリティが強いものというのを非常に、重要視していただきたいなというふうに思っております。また、人材不足問題みたいなところを考えると、サポート体制とか教育システム、こういうレクチャー系のサポートが整っていることもポイントの一つだというふうに思います。続いて、早速2つ目いきます。重要なポイント2点目として、各個人を特定してさまざまなリソースにおけるその人の行動データを収集統合すること、ちょっと、堅苦しくなるので一見伝わりにくいと思うんですけれども、こちらのイメージご覧ください。昔のビジネスです。江戸時代か
それより前かわからないんですけど、フェイストゥーフェイスでオタク訪問してビジネスをしていた時代、この人の頭をデータベースとした時に、一つのデータベースの中に家族構成だったり世帯年収、過去の購買履歴、そして、顧客対応した時の顧客の反応、そしてどんな商品が求められているかといったような商品の情報、製品情報、こういったものが全て、データ、情報が集約されています。例えばサザエさんに出てくる三河屋さんで、サザエさんの家が7人家族プラスタマなことも知っていますし、子供がいることも知ってますし、お醤油がどのぐらいのペースで消費されるか、そういったことも知っています。なので消費者を、しっかり理解しているので、消費者目線、サザエさんの立場でも三河屋さんちょうどいいところにありがとうっていう、そういう関係が構築できているんですね。現代に移ります。デジタル化しました。デジタル化することで、非常に便利になりました。例えば集金をしなくていいですとか、私が訪問できる1日に歩ける距離を超えてビジネスができるようになりました。その反面、こちらの会員情報であったり購買情報、アプリやウェブのデータ、こういったものがそれぞれの部門のデータベースに分断されている、サイロ化しているというふうに表現されることもありますが、分断されて管理されています。昔一つの頭の中、データベースの中に入っていたものが分断されることで、顧客を理解することが難しくなってしまいました。っていうのが今の現状です。失礼いたしました。続いて、3点目の重要なポイントに戻らせていただきます。他のシステムへデータを流し込むことが可能なマーケティングソリューション、これは今の2番のデータを統合集約しましょうという話とも関連してきますが、他のシステムから流し込める、そして他のシステムに流していける、ここが簡便であること、これが非常に重要なポイントとなってきます。こちら参考までの資料でございますが、2018年4月のカオスマップと呼ばれる、マーケティングサービスツールのロゴですねを、マップ上に記したものです。これ一つ一つが、サービスのロゴになっておりまして、この中に5000個のロゴが入っています。年間で数百のマーケティングツールが新たに生まれています。この中で、皆様いくつか、自社で活用されているものが必ずあると思いますし、テクノロジーの進歩も非常に早いので、より最適な、より進化したツール、自社に合わせたツールに将来的に変えていく、変更していくということがあると思います。そういった時にまた集めて集約したデータを一から接続し直さなければならない、これがボトルネックになることもあるのではないでしょうか。ということで、データマネジメントのシステム要件として最も重要な3つ、こちらを挙げさせていただきました。でこの重要な3つのポイント、実はカスタマーデータプラットフォーム CDP と呼ばれる製品の定義でもございます。じゃあ上表示変えましたが、業界団体 CDP インスタチュートという、ウェブですねの業界団体による定義でございます。今お話しさせていただいたのは客観的な事実をお話しさせていただきました。ここからは、それを知った上で、分かった上で、私たちはどういったサービスを作っているのか、こちらをご紹介させていただきます。はい、まず、全体の構造ですが、トレジャーデータというのはこの部分を指します。データ、ファーストパーティーのデータ、皆様が自社でお持ちのデータが左側、皆様から見て左側の、に記載されているとかと思いますが、ここのデータ収集、これは例えばフルエント D とかエンバルクのようなオープンソースソフトウェアを使って、簡単に収集していただけるようになっています。そして、データを貯めて分析した上で試作をしてコミュニケーションを取ること、ユーザーを理解することが目的なので、こちら側の接続、これはトレジャーデータがやります。そして、1回作ったサービスは皆様に使っていただけるので、どん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 進化し続ける、そういったクラウド型のデータベースになっております。
またユーザーを理解するということに関して、もう少し、直感的にご理解いただければと思いまして、スライドを作ってまいりました。皆様の、左手ハテナのユーザーです。会員登録などをされていなくてちょっとわからないユーザー、こういった人たちのデータを、さまざまなチャンネルから集めてくることで、中でユーザーのデータを統合し分析しセグメント化し、そうするとユーザーごとの例えば属性、性別、趣味、思考、こういったものがある程度見えるようになってくるのではないでしょうか。そしてそれに合わせて、私たちのプラットフォームから自社で活用いただいている、皆様が活用いただいているソリューションに対してデータをつないで、コミュニケーションを取っていただければなというふうに思います。また、支援体制、サポート体制についても、序盤に簡単に触れさせていただきましたが、人材不足の中で、IT 人材を新たに教育するであったり、転職されて新たに、入ってくる方、こういった方が、作った基盤を使えないとなかなか大変なことなので、私たちは、こういった支援体制を整えています。左側が、自社内の体制、そして、外部パートナーも巻き込んで体制を作っております。自社の中だとカスタマーサクセスサポートエンジニア、ソリューションアーキテクト、こういった、三つどもえの体制でして、お客様ごとに1人コンシェルジュ、カスタマーサクセス担当をつけております。試作のアイディアであったり進め方、ぜひご相談ください。エンジニアの皆様は、うまくデータ解析ができない、分析ができない、何か、問題がある、こういった時にメールではなくサービスの画面上からチャットツールでご相談いただけます。それによってスムーズにスピーディーに問題を解決してください。また社外のパートナーに関しては目的に合わせて私たちの方でご紹介させていただけるパートナーございますので、目的要件をお伝えいただければ、最適なパートナーをご紹介いたします。最後にネクストチャプターということですが、私たち昨年アームの一員となりましたので、これからさらに IoT に対してのデータマネジメントも強化されていきます。具体的には、ARM の、デバイスマネジメント、エンベッド、そして、ストリームのコネクティビティマネジメント、デバイスチップが作ったデータを安定的にクラウド上のデータベースに接続して貯めていき、貯めたデータをトレジャーデータの中で分析をし、何か分かってそれを、施策につなげていく、こういったことが、ARM のソリューションプラットフォームの中で、ワンストップでできるように作っておりますので、ぜひ本日は、ブースの中でこちらの話も聞いていてください。ご清聴ありがとうございました。